皆さんこんにちは、あきおさとこです。実はこの映画は、合作という表現をされていることもあるんですが、最初からそういう設定で始まった映画ではなくて、本当に素人である、女優でも何でもない、ジャーナリストとしてテレビのレポートをしたことがあるレベルの私のところに、まず通訳の方から、とにかく日本人の誰かが出ないと困る映画があるから写真を送っていいかということで、写真が私の写真のコールに送られまして、それで私が一人、ウズベキスタンに飛行機に乗って行って、ほぼ拉致されるような形でサマルカンドに連れて行かれて、10日もない撮影期間で、ウズベキスタンの私の出るシーンが撮られまして、それでその後に彼らが1年間日本に、クリスマス前にやってきて、ディズニーランドで撮影がしたいとか無理なんだいっぱい言うような、そういうリクエストを誰も受ける人がいないので、たまたま出てしまった私が全部その段取りを私と私の一部の仲間でさせていただいて、本当に短い期間でフィルムもお金がなくてないので、テイクワンで全部、つまり撮り直しが効かない状態で撮影をしました。で全部バカなんですね。誰もこのゲストの方々もそうだかもしれませんが、映画に出てくれた人は女優の方で、女優でもなければ俳優でもなくて、で一瞬考えたのが私の友人の中に辰巳拓郎という俳優がいますので、辰巳さんに頼もうかなと思ったけど、辰巳さんは無理だろうと思って、それでちょっと同業者である大島啓太さんにちょっとお願いしたら、1時半しかなかったんです、ロケができる日が。で、テレビのレポートなんかしとって、うまくいかなかったら、テイク4ぐらいまでは許されるのが、フィルムだということで、テイク1で、しかも台本もなくて、大体のストーリーが書いてあった英語版だけは私が最初に読ませていただいて、あとは作品も勘なんですね、ちゃんと気分で、こうライトから何かを全部納得のするようなセットアップができたところで、彼がまず歩いてみせる、こうやってこういう意味のことを言いながら歩いてみせろと、当然日本語のセリフも誰も脚本家がついていないわけです。で私としてはとにかく中で頑張ったことはですね、すごく誤解が多いですね、日本人はこんなもんだという外国映画にありがちな、そういうデフォルメした目線で武蔵さんが表現しようとするのが、私はとにかく気持ち悪くて、これは日本人の人が見たら怒るかなっていうところを全部こう抗議して変えてもらって、ようやくそうなったという目に見えないところで私なりに国際貢献をしたつもりでおりますので、そういう目線でちょっと温かく見守っていただければと思います。特に今まで初めての時にいろいろ映画作り委員会というところがありまして、そこから、大きい予算が出て、その予算の中でいろいろ組んだわけです。ただ、独立になってから、いわゆる自由経済の事業の中で映画作りを非常に大変になってきました。その時には、部活部も勇気を持って、ぜひ日本とという映画を作りたいというところが生まれた作品なんですね。非常に一番でも、いつかでも高い評価を受け、日本でもですね、今回の映画の中でも紹介できて、おじさんが私も有名だったそうなんです。そしてさっきうちの大使館のスタッフやお世話の学生たちもいたんですけども、おじさんの人に作ってはどうですか、ちょうど5年も経っているから、小さい女の子はどうなってるかですね、そういう話も今日は教えています。